武田塾イングリッシュの伊関です。森田です。この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではやってみましょう。今回の英語クイズですね。はい、クイズやってみたいと思うんですが、いや最近ですねテレビ見てたらですね、大谷翔平が熱い、投げては打ってはホームランみたいな感じになってるんで、その大谷翔平、日本だと二刀流って呼ばれるんですけど、英語でなんて言うでしょう。コメント欄にググらないでググってすぐ書かれちゃう気もしますけど、ぜひぜひ書いてみてください。回答は次の動画でお話しします。今回は以上です。それでは英語クイズの回答に行ってみたいと思いますね。はい、前回の問題はですね、大谷翔平の二刀流を英語で言ったら何なのかというかですけど、はい、two-way player ですね。two-way なんですね。なるほど。なんですよ。っていうので、でこれいわゆる後ろに名詞が来ている、はいはい、後ろに名詞があるやつなんで、two-ways じゃなくて two-way にするってことですね。s つけない。あくまで形容詞的な役割があるわけですね。だからトゥーソードスタイルとかですね、書いた人いないかなじゃあ今回伊関さんからちょっとクイズを出してもらおうかと思うんですけど、はい、What word starts with E and ends with E but only has one letter in it? おお、なるほど。何でしょう。ちなみに I、 目、目、EYE で I だと思っている人がいると思うんですけど、ちょっとそれ以外でできたら答えてほしいなと思います。なるほど。では正解はまた次の動画で話しますので、はい、ぜひ見てください。はい、はい、今回は以上です。それでは伊関先生、前回の答えを教えてほしいんですけど、まず質問が What word starts with E and ends with E but only has one letter in it っていう問題だったんですけど、はい、このレターっていうのは文字っていう意味と手紙っていう意味2つあるんです。文字っていう意味だと確かに I、 目っていうのが正解になってくるんですけど、はい、今回は手紙が入っているものだったので正解は An envelope でした。あ、envelope、 封筒っていうことですね。One letter で言って手紙1つっていう、そういうダジャレクイズだったわけです、はい、じゃあ今回のクイズをお願いします。はい、私は時事から出していきたいと思うんですけど、はいはい、コロナが話題なんですけど、うん、編集、おお、最初の頃ミューテーションっていう単語も結構出てたんですけど、最近はやっぱりこの V ですね、 V から始まる単語がほとんどなんで、それをなんていうかですね、分かった方はぜひコメント欄に書いてください。答えは次の動画で。今回は以上です。前回の動画で出していたクイズの答え、はい、森田先生お願いします。はい、コロナの編集ですね、うん、V から始まる単語は Variant、ね、Very っていうのは異なるっていうやつですね。 Very は様々なとかと仲間になりますね。 Ant っていうのがつくとそのものとか人なんで、異なったものっていう感じで編集って感じになります。では伊関さんの方は、はい、今日のクイズお願いします。今回のクイズはまさかのちょっとジェスチャーなんですが、ジェスチャー、はい、イギリスでやってはいけないジェスチャー、この中からどれでしょう。はい、1番ピース、2番いいね、3番ピースの逆番、4番ダブルピース。さあ、どれがやってはいけないジェスチャーでしょうか。答えは次回の動画で話しますのでぜひ見てください。英語クイズ、さあやっていきましょう。さあ伊関さん、前回の問題何でしたっけ。どのジェスチャーがイギリスだと失礼なジェスチャーになってしまうのかという問題でした、はい、どれですか。答えは、正解はこちら、お、裏返したチョキですね、うん、これ Give someone two fingers って言われたりとかするんで、はい、まあ、要はこれ失せろっていう意味になってしまうんですよね、うん、フランスとイギリスが戦ってた時にアーチャーですね、はい、の引くこの指を2本切ってしまうっていうことから、フランス人がイギリス人に対してこういう風にしていたっていう。なのでイギリスではこれをやらないように皆さん気をつけてくださいね。カッコつけてこうやって飛んないですじゃあ今回の問題なんですけど、はい、時事英語、はい、解散総選挙って英語でなんて言うの。難しい、はい、2語で言ってみてください。あ、しまった、あ、使っちゃった、はい、ぜひやってみてください。今回は以上です。はい、英語クイズのコーナーになります。前回森哲先生から出されていたクイズの答え、はい、解散総選挙ですね、はい、を英語でなんていうのかですね、はい、2語で言うと snap election って言うんですね。お、スナップですね、これですね、このスナップっていうスナップを聞かせるとか、あとスナップですけども、これ突然っていう意味があるので、あ、なので解散総選挙っていうのは決まってるやつではなくて突然訪れるやつだからっていうのでスナップ election ですね、はい、election が選挙になります。あの select 選ぶとスペル似てると思うんですけど、 selection ともともと同じ単語から来てますね、うんうん、じゃあ今回の問題、伊関先生からどうぞ。イギリスでよく使われる、まあ、表現になるんですけど、 The heavens have opened という、まあ、フレーズですね。これはどういう時に使われるフレーズでしょうか。まあ、できれば意味とかもコメント欄に書いていただければいいかなと思います、はい、では答えはまた次回の動画で。
英語クイズ、さあ前回の問題、はい、前回の問題が The heavens have opened という表現でしたが、これはですね、天使が降りてくるとか誰かが死んだとか天国が開いたんで、なんかそういう感じのイメージを持たれる方もいるかもしれないんですけど、そうじゃなくてですね、土砂降りの雨がバッて降ってきた時に使われる表現なんですよね。これ以外にもそのイギリス英語って Raining cats and dogs とか、はいはい、Drizzle とか、はい、なんかいろんなこう雨に関する表現がたくさんあるので、うんうん、まとめてくれてるウェブサイトとかあると思うので、うん、ぜひ調べてみてくれるといいかなと思います。じゃあでは森田先生、今回のですね、また時事英語ですけど、はい、ニュース見てるとですね、いつも出てくるんですけど、コロナの今日の感染者数出てくるじゃないですか。確かに、あの感染者数のですね、合計感染者数みたいなのがよく出てくるんですけど、あれを英語でなんていうか、2号って言ったら何かな。いっぱいあるんですよ実は。ぜひですね、まあ、調べないでぜひ書いてみてみてください、はい、回答お待ちしてます。英語クイズ、さあやっていきましょう、はい、大人気コーナー。前回はコロナの感染者数でしたね。ああそうですね、1日の感染者数ってニュースで出てくるときに何ていうかって、うん、まあこれいろんな言い方あるんですけど、まあ僕が見てお面白いなと思ったのはデイリータリーっていう表現がありますね。タリーっていうのがですね、はい、まあ、合計点とか数の合計みたいなのを表すやつですね。いわゆる日本だと 1,2,3,4 って数えるときは正しいの漢字書いていくじゃないですか、はいはいはい、1,2,3,4,5 って。で英語圏だったら 1,2,3,4 ビッて線引くやり方があります。あれタリーっていうので、はい、そこからですね来ている表現ですね、まあ、もちろん他にもデイリートータルですね、トータルなんていうのがあったりとか、 Today's Total とかっていうこともできますし、あとは The Number of Positive Tests なんていうのも聞いたりしますね。そのポジティブだった人のナンバー、うん、なんていうのが、出てきたりとか、あとは NHK とかだとデイリーニューケースとかっていう表現が使われたりしますね。ああそうなんですね、はい、新しく、感染者にかかった人たちっていうので、うんうん、そういった数でニュースの副音声とか聞くと多分出てくると思いますね、うんうん、じゃあポジティブ陽性っていうのはちょっと分かりにくいですよね。そうですね、だから、うん、例えば陽性になったとかっていう時に I tested positive って言いますからね、うん、これで陰性だったら I tested negative ですね、うんうんうん、っていう風に言いますね。なるほど。じゃあ今日の問題は、はい、今回の問題はですね、ちょっと難しいんですけど、 What has a face and two hands but no arms or legs? 難しいですね、はい、まあ、頑張って答えてみてください。英語クイズ、さあ前回の答え合わせなんですけども、はい、前回どんな問題でしたっけ、はい、What has a face and two hands but no arms or legs、はい、でした。まあ、なんで、顔を持っていて2つ手がある、でも腕と足がないっていうものは何でしょうっていう問題だったんですが、正解はクロックでした。で英語で長身が Minute Hand Our Hand が半身なんで2つ手があるよと。そして文字盤のことを実はクロックフェイスって言うんです。クロックフェイスがあって2つ Our Hand と Minute Hand があるんでクロックが正解でした。今回ですね、もうちょっとこのチャンネル増やさなきゃいけないものがあると思うんですけど、何だと思います？登録者数、チャンネル登録者数。正解。その登録者って英語で何て言うでしょう？一語で書いてみてください。はい、また回答待ってます。今回は以上です。英語クイズ。森田先生、はい、前回は登録者が出題されていたと思うんですが、はい、答え何でしょう？登録者はサブスクライバーって言いますね。なるほど。まあよくサブスクライブ to my channel とかですね、うん、言ったりするんですけど、うん、subscribe to っていうのが登録するっていう感じですね、うん、単語分けるとサブっていうのが下で、うん、scribe っていうのが書くですね、まあ、スクリプション、ね、名詞だとサブスクリプションとか、うん、ディスクライブとかですね、トイックとかだとよく定期購読するっていうので出てきたりするんですけど、うん、サブスクライブっていうのはですね、サブスクライブという何々っていうので雑誌とかを定期購読するとか、インターネットのプロバイダー契約とかでも出てきたりしますね、サブスクライブっていうのは。ぜひですね、はい、このチャンネルの皆様サブスクライバーになってください。そうですね、ぜひ登録お願いします、はい、じゃあ今回の問題、鈴木さんの方はどんな問題ですか、はい、今回はですね、雨についてちょっと問題出そうかなと思うんですけど、はい、まあ、イギリスって雨がたくさん降るんですよ。そうですね、なので雨に関する英語がアメリカよりも多いんですね、はい、なんで多分聞いたことない表現もあるかもしれないんですが、うん、こういくつかあるので紹介しながら強さを並べ替えてもらいたいと思います、はい、一つ目が Raining cats and dogs ですね、まあ、これちょっと有名な表現なんで聞いたことあるかなと思います。で二つ目が Drizzle です。で三つ目が Shower、まあ、あの普通のシャワーみたいなシャワーですね、はい、で次が Spitting、 Spitting、うん、はい、この4つどれが一番強くてどれが一番弱いでしょうか、まあ、4つ強さを並べる、並べ替えてコメント欄に書いてください。それは難しいですね。なるほど、はい、イギリス人ならこれできて当たり前みたいなところはあるんで、うんうん、ぜひちょっと皆さんググらないで一回当てずっぽでもいいんで書いてみてもらえると嬉しいです、はい、
英語クイズ。さあ、はい、前回の問題、伊勢先生どんなんだったんでしたっけ？雨の強さ並べ替え問題ですね。1番が raining cats and dogs、 2番が drizzle、 3番が shower、 4番が speedy。 回答いっちゃうと4231の順番です。はい、スバ博のスピット。そうですそうです、ね、あれが雨が降り始めのポツッポツッって、はいはい、あれがスピッティングです。うん、2番の drizzle、 霧雨っていうことです、ね。はい、雨の形になってないものです。3番が shower、 rain よりは弱いんですよ。さあっていうぐらいの雨ですね。4つ目、まあ、一番強いものが raining cats and dogs ですね。ザーザー降り、ほぼ同じ強さの表現に、うん、バケティングダウンっていうのもあるんですよ。バケツバーって最初バーって降ってくるみたいなザーザー降りの状態が、まあ、Raining Cats and Dogs でした。森田先生、はい、今回の問題をお願いします。一発やってなんていうのか英語でなんていうのかなって昔思ったことがあるので、こうやって言うんじゃないのっていうところですね。文字数制限とかはありますか？いや、多分いろんなのが出てきちゃうと思うので、あ、いくつかがじゃあ回答が、はい、多分いくつか出てくるんじゃないかなと思うんですけど、はい、ぜひですね、はい、皆さんの知ってる表現書いてもらえればいいんじゃないかなと思います。じゃあいろいろ書いてみてください。はい、今回は以上です。英語クイズ、はい、一発屋でしたね。そうです、前回、まあ、いろいろあると思うんですけど、ワンヒットワンダーありまして、もともとスポーツ野球から来てるって言われてるんですが、歌手とかバンドに対してよく使うんですね。あとはですね、 A flash in the pan、 一瞬の鉄砲の火皿の光みたいな感じですね。コメント欄にはたくさん出てると思うんですが、じゃあ伊勢先生、今回のクイズは何ですか？はい、今回は英語のクイズになるんですが、 What can be seen once in a minute, twice in a moment, and never in a thousand years ですね。答え何でしょうか？コメント欄に書いてください。今回は以上です。英語クイズ、伊勢先生、前回の問題ですね、どんな問題でしたっけ？ What can be seen once in a minute, twice in a moment, and never in a thousand years でした。正解は M です。 minute には、まあ、M が1個入っていて、 moment には2つ入っていて、 thousand years には、まあ、千年なんですけど1個もね M が入っていないという、ちょっと引っ掛けみたいなクイズでした。普通に読んだらね、 once in a minute って言ったら1分に1回とか、 twice in a moment ですね、一瞬だったら2回とか、時間が減ったのに数が増えるのどういうことって思うんですけど、 minute っていう単語の中に1つ1回出てくる、 moment っていう単語の中に2回出てくる、 thousand years っていう、千年っていうフレーズの中には1個も出てこない、そういう問題だったわけですね。はい、今回また新しい問題があるということで、はい、スラング、 goat ってどういう意味でしょう？まあ、ゴートってあのヤギじゃないんですか？って思うと思うんですが、別の意味があるということですね。どういうものなのか、ぜひ書いてみてください。はい、今回は以上です。英語クイズ、今回はゴート取材されてましたが、ね、ヤギじゃないんですか？いや、もう最高、超素晴らしいっていう意味ですね。実は頭文字ですね、 The greatest of all time, G-O-A-T、 Otani is the goat、はい、って言った場合に、大谷はヤギだではなくて、うん、大谷すげえ、はい、そういった意味になるんですね。 The が作るのが大事ですよね。 Greatest なんでね、いつでも The を前につける表現ですね。はい、今日の問題は何ですか？はい、イギリス英語ですね、レインコートのことを何と呼ぶかですね。これ結構面白いんですよ。一応4択用意したんですけど、4択、はい、1 Windows、 2が Mac、 3番が iOS、 4番が Android。コメント欄に残していってください。理由とともにググらないでね。今回は以上です。英語クイズ、さあ前回の問題どんなんでしたっけ？レインコート、はい、イギリスでは何というかって、まあ、4つの選択肢があったと思うんですが、正解は2番の Mac でした。はい、なんで Mac がレインコートなんですか？いや、そうですよね、実はマッキントッシュというメーカーがあるんですよ。はいはい、でそこが、まあ、一番もう王道のレインコートなんですね。うんうんうん、でそれを略して Mac になったっていう、もうそれだけなんですけど、たまに通じなかったり明確にしたい時だけ、あ、プラスティックマックって言ったりしますね。マックって言っちゃうとパソコンのマックの方もやっぱり出てきちゃうので、もうプラスティックっていうのを形容詞として入れて使われることもあります。うん、なるほど。はい、では今回の問題を森田先生お願いします。スラングまたやりたいんですけど、いいですね。スラングでバニラってどういう意味か、いわゆる、まあ、あのチョコレートとかバニラとか、うん、いうあのバニラですね。はいはい、っていうのは一体どんな意味なのかっていうのをちょっと考えてみてもらえればいいんじゃないかなと思います。どんな意味があるんでしょうか？コメント待ってます。英語クイズ、前回はバニラについてどんな意味があるんですか？まあ、スラングでは普通であると。バニラってね、プレーンな味じゃないですか。何かこうチョコとか足してないので、だから普通っていう感じで使われたりすることですね。なんかニラ kind of guy、普通の男ですみたいな、ね、なるほど、聞いたらなるほどなってなるスラングですよね。じゃあ関先生、今回の問題は何ですか？はい、イギリス英語に関する問題です。はい、ナスですね。
英語だとエッグプラントって言われるナスですが、うん、イギリス英語ではちょっと呼び方が違うんですよ。聞いたことない方もいるかもしれませんが、コメント欄でぜひいろいろ書いてみてください。はい、今回は以上です。エッグクイズ。はい、じゃあ伊崎先生、前回のですね、はい、ナスでしたよね。ナスですね。はい、ナスをイギリス英語で言うと、はい、言うとオーバジンになります。エッグプラントって知らない人たまにいるんですよ。はいはいはい、イギリス人にエッグプラントって聞いたら何か分かるのって聞いたら、はいはいはい、その方は20代だったんですけど、はい、子供の頃はやっぱ分かんなかったみたいです。みんなエッグプラントって言って何の野菜なんだろうみたいな。で、ある時なんか映画かなんかで見て、はい、ドラマかな、まあ、それでやっと、はい、あ、オーバジンのことなんだっていうのが分かったというふうに言ってました。なんでイギリスに行ったら、まあ、通じない人もいるかもしれないんで、うん、使ってみてください。はい、じゃあ森田先生、今回の英語クイズをお願いします。はい、今回も時事をちょっと言ってみたいと思いますね。まあ、よく新聞ニュースで聞く、ね、はい、検疫、お、はい、とか、まあ、空港で、ね、検疫だったりとか隔離とかってよく言うじゃないですか。はい、14日間とかね、はい、言われると思いますが、あれって英語でなんて言うでしょう。検疫を英語でなんて言う。はい、なるほど。なんかですね、調べないで何文字とかあります。あ、多いっす。あ、単語は1個なんですけど、ちょっと長いですね。はい、なるほどな。なんで、はい、ぜひ想像して、はい、想像して予想して書いてみてください。はい、じゃあコメント欄にコメントお願いします。英語クイズ。前回は森田先生から、はい、検疫について英語で何て言うのかって出題されていました。はい、森田先生、回答は、はい、回答はクワランティンですね。なるほど。はい、いう表現になります。はいはい、まあ、これ本当に新聞ニュースで、ね、よく出てくるので、うんうん、まあ、本当にあの 14 day quarantine とかっていう表現ですね。うん、14日間の隔離とかっていうので非常によく出てくる表現ですね。うん、なんでぜひニュースとか新聞とかでですね、あ、来た、出たっていうですね、これやっぱ知らないと聞こえない単語なんで、うんうん、ぜひとも知っておいてほしいかなと思います。伊崎先生、では今回の問題は何でしょう。はい、今回の問題は During which month do people sleep the least ですね。おー、なるほど。はい、どの月に一番人間は寝ないのでしょうか。うん、はい、ちょっと考えてみてください。はい、コメントお待ちしてます。今回は以上です。英語クイズ。前回の問題だったんですが、前回が During which month do people sleep the least という問題でした。はい、まあ、どの月に一番、人間は眠らないのかっていうことなんですが、はい、まあ、正解は、まあ、謎々みたいになっちゃうんですけど、はい、February ですね。はい、It only has a maximum of 29 days。はい、なので、なるほどね。はい、まあ、普段28日ですからね。はい、多いっていう声が、ね、出てる。謎々だからなんかもじってやるのかと思って、ジャニュアリーとかいろいろ書いて調べたけど意味ないじゃんっていうわけですね。はい、ただ単に日数が少ないから、そういうことでした。はい、まあ、引っかかった人もいるんじゃないでしょうか。はい、では今回の問題を森田先生、はい、お願いします。今回ですね、結構やっぱ話題になってるのはこの単語って思ったんですけど、今ですね、印鑑が話題なんですよ。印鑑、はい、印鑑を減らそうっていう動きが出てきてるので、確かに印鑑を使うのをなんとか減らしていこうっていうので結構ニュース出てきたりとか、うん、まあ、いわゆる結婚の書類とかああいうものにもなくそうかって言って、うん、いや、それはダメだろうみたいなのとか、うん、結構出てきてるので、うん、印鑑ってなんていうか、確かに海外で全部もうサインですからね。そうです、うん、ないので、やっぱちょっと日本特有なものではあるので、これまた引っ掛けじゃないんですか。印鑑とかじゃないんですよね。なるほどね。通信みたいな感じで、はいはいはい、ではありません。はい、さあ、一体なんて訳されるか英語でですね、はいはい、ぜひ考えてみてください。はい、はい、コメントお待ちしております。今回は以上です。エロクイズ。前回の問題が印鑑だったな、はい、そうですね。はい、印鑑はですね、答えは英語でシールって言いますね。まあ、スタンプっていうのがね、思い浮かんだ人も多いと思うんですけど、はい、うん、そうですね、まあ、確かに OK なんですが、やっぱりシールっていうのが新聞とか言っててもニュース聞いててもよく出てくるなっていう感じになりますので、うん、ぜひこの表現ですね、聞いて分かるようにしてもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ、紋章とかでいうので、うんうんうん、大学受験の時に習った人もいるんじゃないかなと思いますね。確かに。じゃあ今回のクイズは何ですか。今回も英語のクイズですね。 What belongs to you but others use it more than you、なるほど、という疑問ですね。はい、はい、何なんでしょうか。英語で下のコメント欄に回答を待ってます。今回は以上です。英語クイズ。前回の問題ですが、はい、What belongs to you but others use it more than you ですね。はい、まあ、自分のものだけど他人の方がよく使うものは何でしょうということです。はい、はい、正解は name でした。あ、なるほど。はい、自分の名前は自分のものだけど、呼ぶのはまあ自分じゃなくて他人ですよね。英語では自分のことを言うときは必ず I
を使いますので、はいはい、やっぱり自分で自分の名前言うのはまあ自己紹介の時ぐらいになってきますから、うんうんうん、マイネームとかマネームが正解でした。では今回のクイズ森口先生お願いします。はい、今回はですね、もっていうなんていうの、もってあのひらがなのもですか。いやひらがなのもじゃないです。オルソーではなくてトゥーとかオルソーではなくてですね、はい、やっぱバイオの燃料として出てきたりとかですね最近 CO2 を減らすために牛に食わせるとかっていうニュース記事も結構出てきたりするので、そうなんですよ。もう食べさせておけば二酸化炭素減って温暖化減るんじゃないのみたいな記事が出てきたりしているので、ちょっとまあ大学入試とかにもここ持って出てくるんですよ。なるほど。なのでなんていうかぜひぜひ書いてみてください、はい、今回は以上です。英語クイズ、前回の問題はもでした。はい、はい、もう英語で言うとですね、アウジって言いますね。おこれはぜひ知っておいてほしいんですけど、もともとアウガっていう単語の複数形だったんですけど、もうアウガっていう単語も使うこともほぼないし見ることもないですね、ほとんどアウジっていう形で見ますので、このスペルもね ALGAEE で複数形っていうですね、昔の形なんですが、まあこういったものもですね見ることが多くなるはずですので、ぜひ知っておいてください。こういうとかね、英会話とかで使えたらいい。そうですね、英検とかでも一級とか順位とかで見たことあるような気がしますね。なるほど、アウジを見たことがあるうちってことですね。さあ今回の問題は、今回の問題は What can you catch but not throw ですね、うんうん、What can you catch but not throw、 キャッチできるけど投げられる、うん、はい、何でしょうか。コメント欄で待ってます。英語で答えてください。はい、今回は以上です。英語クイズ、前回は、はい、What can you catch but not throw、 投げられないもの何でしょうでした。答えはCold、 風、キャッチャーコール、昭和コールはできないってことですねそういうことですね。コロケーションではですね、キャッチの後に使える名詞は何かなみたいなことをですねちょっと考えてもらえたら、いっぱい出ちゃうかもしれないですね。キャッチャーテンション言えるけどスーパーテンション言わないでしょみたいな、まあ、他にも回答があるかもしれないですね。では今回の問題お願いします、はい、トイックで非常に重要になってくる本社、おこれですね意外と間違って覚えてる人が多い。トイックマニアの人からすると、まあ、当たり前だよってなるかもしれないんですが、うん、結構やっぱ授業してて間違える人多いなっていう印象だったんで、ぜひ本社って何ていうか書いてみてください。はい、今回は以上です。英語クイズ、前回は本社が問題でしたね、はい、そうですね、はい、本社を英語で言うと Headquarters って言いますね。ヘッドクォーターって言ってた方が結構多くてズなんですよ。必ず S がつきますの で、 そ、 です、ね、その辺も押さえておいてください。で、まあ、トイック的にはですね Head Office とか、はい、Main Office なんていう風に言い換えられて出てくることもある、はい、General Headquarters とか、実はその HQ っていう風にも使われてはいるんですけども、Headquarters だっていうのをですね、はい、知らない人は多い。今回のクイズなんですが、また謎々みたいな問題なんですけど、はい、物からの声だと思ってください。 People buy me to eat but never eat me. What am I? はい、考えてみてください。 Who are you? ってことですね。はい、誰でしょう。はい、今回は以上です。英語クイズ、前回のやつはですね何でしたっけ、はい、関先生。 People buy me to eat but never eat me. What am I? 私を食べるために買う、うんうん、けれども私は決して食べられない。おさあ、ほうほうほう、私は誰でしょう、うんうん、っていうことだったんですけど、はい、回答は Plates and Cutlery、 お皿とか、まあ、フォークとかナイフとか、うんうんうん、そういう食器類ですね。 Cutlery は、まあ、イギリス英語ですね。アメリカでは使わない表現なんですね。アメリカだと Eating Utensil ですね。ああ、そっか。では今回の英語クイズは、はい、イディオムですね。これどういう意味、 When pigs fly っていう表現ですね。これがどういう意味なのか、ぜひ考えて回答していただいてください。ただ分かってますって人は答えを書くんじゃなくて例文を書くっていう、ね、おいいですね。そうすればネタバレにもならないからいいんじゃないかなと思ったんで、確かに、はいはい、やってみてください。はい、コメント待ちしてます。英語クイズ、さてさて、はい、前回は When pigs fly っていうのをやったと思うんですけども、うん、これがどういう意味だったのかっていうことなんですけども、簡単に言うと、はい、そんなこと絶対起こらないっていうことですね。そういう時に使う表現なんですね。で、じゃあどういう時に使うのかって言ったら、I'll do that when pigs fly とかですね。で、豚が飛ぶ時だったらやるよ、うん。豚が飛ぶことなんかないじゃないですか。うん、だからやらないっていう意味です。なるほど。いうふうに絶対やりませんよっていう時とかに使われる表現ですね。うん、なるほどなるほど。ぜひ一個前の動画にですね、コメント欄書いてくれてた方、正しく使えてるかなっていうのをチェックしてみてください。はい。じゃあ今回のクイズなんですけども、はい、今回はですね、珍しくあのコックニースラング、はいはい、まあ、ロンドンの一部で話されている、うん、まあ、コックニーライミングスラングとも言われますが、うん、ちょっと一つ
文章を出すので、はい、なんて言っているかをですね、当ててもらいたいなと思ってます、はい、できればその意味もですね、ちょっと書いてもらえるといいかなと思うんですけど、宇治原マネイベですね、宇治原マネイベって、はい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 、はい、できればディクテーションもしていただいて、そしてどういう意味なのかですね、考えてみてください。それではコメントお待ちします。英語クイズ。さあ、関先生、前回の問題なんですけど、はい、何だったんですか、あれは。前回はですね、宇宙アダム&イーブって言ってたんですけども、はい、このアダム&イーブっていう発音がですね、うん、ビリーブのイーブとですね、はい、後ろがまあ被ってるので、うん、まあ、それでビリーブっていう意味になるんですよ。おお、なるほど。なんで、あんたそれ信じるっていう意味なんですよね。なるほど、はい。アダムとイブがビリーブに聞こえるからってことですね。そういうことですね。うん、はい、まあ、こんな感じで、コックにライミングスラングって、非常に面白い表現がたくさんあるので、ちょっと今後も紹介していきたいなと思ってます。すね、ライミングっていうのがインなんですよね。はい、インを踏む、そうですね、うん、じゃあ今回のクイズは、はい、Cost an arm and a leg ですね。Cost an arm and a leg っていうのは一体どういう意味かっていうのを答えてみてください、はい、もし分かった方は例文ぜひ書いてみてもらえればいいんじゃないかなと思います。どしどし書いてください。英語クイズ、前回は Cost an arm and a leg、 めちゃくちゃ高い、お金めっちゃかかるっていう表現になりますね。まあ、This cost an arm and a leg みたいな形で、うん、これめっちゃ高いよとかっていう時に使ったりするやつですね。手とか足っていうのは、まあ、戦争で失っちゃったりして助成金みたいなのを出す時にそういうお金がかかったからっていうふうに言われてますね。まあ、小説あるんですけど、はい、じゃあ今回の問題は何ですか、石木先生。今回もまたコックニー英語ですね。 Take a butcher's っていう、まあ、イリオムなんですけども、どういう意味があるでしょう。さあ、前回のですね、動画見ていただいた方はですね、これは韻を踏んでいるっていうことが分かっていると思います、うんうん、ますので、 take a っていうところですね、うん、考えてもらえると意味が分かりやすいんじゃないかなと思います。答えが分かった方もですね、日本語で書いちゃうんじゃなくて、できれば例文をですね作って答えていただけるといいかなと思います。コメント欄にどんどん書いていってください。今回は以上です。前回の問題は take a butcher's どういう意味なのかっていうことでした、うん、まあ、これはコックニーライミングスラングでして、まあ韻を踏んでるんですけども、 take a butcher's なので take a look と似ていますよね、はい、あー、なるほど、はい、なのでまあ見るっていう、普通に take a look するっていう意味です。はい、まあ、ブッチャーって言ったらね、肉屋さんね。そうです、そうです、肉屋さんなんですけども、 take a butcher's で見るっていう意味になります。ブッチャー図なので、そこは間違わないようにしてください。それでは森田先生、今回のクイズお願いします、はい、今回のイディオムはですね、はい、cut cornersっていう表現ですね。これはね、知ってる人もいるんじゃないかなと思うんですが、うん、これ分かった方はですね、例文書いてみてください。はい、はい、どしどしお送りください。お待ちしてます。英語クイズ、はい、前回の問題だったんですけども、はい、cut cornersっていう問題だったんですが、うん、手抜きをするっていう意味ですね、うん、ショートカットとか言うじゃないですか、うん、そこから発生して手を抜くっていう風になったと言われていますね。なるほど。で、カッコーナーズって言ったら、あいつら手抜きしたよみたいなね、うん、そういう風に使ったりします。じゃあ今日の問題は何ですか、はい、今日の問題はですね、オキシモロン、文法用語なんですけど、矛盾語法っていうところなんですけども、要は反対の意味の言葉を並べている表現のことですね。これをテストしたいわけじゃなくて、例えばいい例を挙げるとすれば、うん、Awfully good examples とかなんですね、うん、awful、 ひどいと goodでいい、これ矛盾してますよね。でもひどくいい例ということで使えるんで、そういった例をですね、いくつかコメント欄にこう書いていってほしいなと思います。なるほど、ぜひぜひ書いていってみてください。今回は以上です。英語クイズ。さあ先生、前回のですね、はい、オキシモロンですが、うん、どんなのが他にあります、矛盾語法って。そうですね、 clearly confused とか、 clearly なのに明確になのに困惑しているというですね、はいはいはい、painfully beautiful とか、 act naturally っていうのもありますね、 pretty ugly とか、はい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 、思いついた人も多いんじゃないかなと思います。なるほど。日本語でもね、急がば回れとかですね、うん、はい、いい悪人とかっていうのも有名なんですけどね。他にもいろいろな例があると思うので、興味持った方はですね、オキシモロン、矛盾語法とかでググってもらえるといいかなと思います。では今回のクイズお願いします。今回のイディオムはですね、 Hit the nail on the head。これは聞くとですね、勘違いしてしまうんですよ。すごく多い表現なので、ぜひですね、どういう意味なのか分かった方はですね、例文作ってコメント欄に書いてもらえればいいんじゃないかなと思います。前回の問題だったんですけど、はい、Hit the nail on the head、 これどういうことなんだろうと思っちゃう人がいるわけですね、うん、なんだろう、爪をヒットする、頭の上でなんだっていうふうに思っちゃう人がいるんですけど、実はこれですね、 nail っていうのが釘なんですよね。そういうのを聞くと、え、釘を頭に打つのって思っちゃうんですけど、そうではなくて、釘の頭の部分を打つっていうんです、うん、なんできちんと的を射てるとか、要点をついてるってね、その通りとかっていう時にね、言えるんですよ。 You've hit the nail って言ったら Exactly その通りっていう意味で実は使うんですね。このまあ、うん、ヒット人なんとかって聞いたことありますかね。ヒットに誰誰 on the head って言ったら、その人の頭を殴るって意味なんで、こういうまあ大学受験とかでちょっとややこしいっていうので出てくるところなんですけど、うん、そう、実は頭の上っていう意味ではなくて、その頭の部分をっていう意味だったんですね。
なるほど。では今回の問題なんですけども、はい、ちょっとイギリス英語でとアメリカ英語の違いでですね、はい、ちょっとクイズがありますと、アメリカ英語で校長はプリンシパルだと思うんですけども、はい、イギリス英語では何と言うでしょうか。逆にもうプリンシパルが校長っていうのがなんか変に感じちゃうぐらいですね。ああ、そうですね、はいはいですね。まあ、一応男性と女性で2パターン一応まあ正解はあるんですけども、まあコメント欄にですねちょっとぜひ書いてみてください。クイズ、前回クイズではですねアメリカ英語では校長プリンシパルですが、イギリス英語では何でしょうという問題でした。で正解が、まあ、ヘッドマスター。ちなみに女性の場合はヘッドミストレスになります。ほうほうほう。まあ、ただ女性の場合でもヘッドマスターを使うケースも全然普通にありますので、まあ、両方覚えておいてもらえるといいかなと思います。まあ、有名な映画ですとハリーポッターとかですね、で校長先生がヘッドマスターと呼ばれています。では森田先生、今回のクイズお願いします。はい、今回のイディオムは What's someone off the hook っていう表現ですね。これが一体どういう意味なのかぜひ書いてみてください、コメント欄に。はい、英語クイズ、前回の問題だったんですけども Let someone off the hook という形だったんですが、はい、まあ、これがどういう意味かってやつなんですが、誰々が助けてくれた。フックっていうとフック船長でおなじみですけど、 そうですね、そこにこう魚でもいいですけどこうカッと逃げられなくなったのを外してくれたってことで、そこから助けてくれたってことですね。まあ、ジェーンだったらジェーンですけど、ジェーン let me off the hook っていうのはジェーン let me off the hook って言えば助けてくれたってことですね。なるほど、なるほど。今回の問題は何でしょう。はい、今回はですね乗り物酔いを英語で何というかコメント欄に書いてほしいのと、はい、まあ、もし分かったらですね例文もですね作っていただけたらいいんじゃないかなと思います。英語クイズ、前回の英語クイズは乗り物酔いを何というかですね、はい、モーションシックネスと言います。はい、モーションが動き、シックネスというのが病気という意味なんですけど、モーションシックネスで乗り物酔い。例文としては I get motion sickness easily みたいな、 My dog gets motion sickness easily みたいな感じで使ったりしますね。そうですね、はい、だから車だったら car sickness とかっていう風に、船酔いだったら sea sickness、はい、だから motion sickness pill って言って、それ酔い止めとかっていうのは酔う人は知っといた方がいい表現ですね。買うときなんて言ったらいいか分かんないってなっちゃいますので、では今回の英語クイズお願いします。はい、今回のイディオムは、まあ、ちょっと有名なやつですね。 Give someone the cold shoulder っていう表現ですね。聞いたことある。はい、そう、聞いたことある人も多いんですが、一体どういう意味なのか書いてみてください。分かった人は例文も書いてみてください。エクイーズ、前回の問題だったんですけど、はい、Give someone the cold shoulder っていうのの意味がどういう意味ですかっていうやつなんですが、どうですか、聞いたことあります。聞いたことありますね。はあ、冷たい態度を取るみたいなね、そういった意味になるわけなんですが、これどうしてそうなるんだ、まあ、なんとなく分かりそうじゃないですか。こう冷たいだからみたいなねフレンドリーじゃないとか、まあ、無視するとか、そういうのなんとなく分かるんですけど、一応こう語源でこうなんじゃないか、まあ、小説ありました見たら、はいはい、いろんな説があったんですけど、まあ面白かったのは、どこか訪ねて行った時に仲のいい人には温かい食事を出して、近い人じゃないのには冷たい羊の肩肉を出してたって、ね、っていうのじゃないかっていうふうに言われています。なるほど、まあ、小説ありますが、はい、これちょっと一番覚えやすいかなと。ぜひですね、そういうので覚えておいてください。まあ、誰々さんがとかね、ジェーン gave me the cold shoulder って言ったらですね、もうジェーンがもう全然、ね、すごいアンフレンドリーな扱いをしてきたよとか、はは、無視してきたよとかね、そういう形で使ったりしますね。今日の問題なんでしょうか。今回はじゃあ同じくイディオムで For donkey's years ですね、イギリス英語のイディオムかなと思うんですけども、うん、For donkey's years ってどういう意味なんでしょうか。意味が分かった方はですね、コメント欄で例文を作成してください。英語クイズ、前回は For donkey's years がどういう意味なのか、はい、まあ、例文書いてくださいっていうことだったんですけども、うん、まあ、意味はですね、非常に長い期間、まあ、非常に長い年月っていう意味です。はいはいはい、まあ、由来はドンキーって、うん、結構耳が長いんですよ。あ、そこドンキーズイエーズ、これもまあ韻を踏んでるみたいなところなのかもしれないですけど、から来てるんじゃないかと言われてるんです。まあ、でもそんなに長いわけでもないんですよね、ドンキーズイエーズって。For donkey's years は、長い期間という意味になるので、まあ、例えば I haven't seen you for donkey's years って、まあ、めっちゃ久しぶりだねみたいな時に使ったり、ね、We've been teaching English for donkey's years みたいな感じで使ったりもします。なるほど、はい、ということでした。覚えておいてください。はい、では今回のクイズは、今回のクイズはですね、まあ、これ結構有名なやつなんですけど、The elephant in the living room っていうイディオムですね。これはもう出たことが入試問題とかですね、大学入試のやつでも何度か出たことがあったりする表現なので、ぜひですね、よかった方は表現をこう使って例文書いてみてください。エクイーズ、はい、前回の答えだったんですけども、The elephant in the living room というやつなんですけども、これは明らかにゾウさんがリビングルームにいたら見えますよね。でっかいですからね。見えるんですけど、それをあえて触れないでいると。
重大な問題だと分かっているんだけども、うん、そっとしておこう、見て見ぬふりでいこうっていうのはこの意味なんですね。なるほど、はい。まあ、いろんなバージョンがあったりして There is a big っていうのがついたりして There is a big elephant in the room っていうふうに使われたりしますね。では今回の英語クイズなんですけども、今回はですねちょっと面白い意味を持つ単語を持ってきました。まあ、マッシュルームですね、はいはい。まあ、キノコなんですけども、これ動詞で使われると、まあ、どういう意味になるのかっていうのをちょっと考えていただいて、マッシュルームを動詞として使ってですね、あの例文を書いていただけたら嬉しいです。コメントお待ちしております。今回は以上です。英語クイズ、前回の問題はマッシュルームが動詞で使われるとどういう意味かという問題でした。非常に早く増えるみたいな、はい、意味ですね。まあ、例文としては The number of YouTubersHas mushroomed in recent years みたいな感じで、最近 YouTuber の数がめちゃめちゃ急速に増えているみたいないうふうに使えます。これ大学受験でも問われたりする問題ですね。これマッシュルームは出題されますので、知っておくといいかもしれません。覚えてみてください。では今回の問題をお願いします。はい、今回のイディオムは知らない人も多いのかなと思いますね。 Steal someone's thunder、 雷。さあ、これが一体どういう意味なのか知ってる方はですね、ぜひ例文をコメント欄に書いてみてください。英語クイズ、前回は Steal someone's thunder ですね。thunder、ね、この雷を盗むって一体何なんだっていうものなんですけども、はい、出し抜くというかそういった意味で使われたりするんですけど、これまあ面白いんですよ。誰かがやった業績をこう奪っちゃう的なんですね、そういうものなんですけど、語源をたどってみるとですね、劇作家の人がですね、雷の音を出す装置を開発したらしいんですけど、その劇は大ごけしたらしいんですけど、ある時別の劇が出てきた時に装置を真似して作っていて、はいはいはい、でそれが大ヒット。あら、それを取られちゃったんですね。そうなんですよ。誰かのアイデアをこう盗んじゃったりするっていうので使われる表現になりますね、はい、ぜひ使ってみてください。ぜひ使ってみてください。じゃあ今回の英語クイズなんですけども、またですね、コックにライミングスラングからちょっと持ってきたんですけども、はい、Are you having a bubble? っていう表現ですね、Are you having a bubble? 同じ意味で Are you having a giraffe?っていうのもあります。ジラフの方が今踏んでるんでちょっと分かりやすいかなとは思うんですけども、意味が分かった方はですね、日本語訳で意味を書いていただいてもいいですし、 Have a bubble もしくは Have a giraffe でちょっと例文とかを書いてもらえるといいんじゃないかなと思います。ではコメント待ちしております。英語クイズ、前回はですね、 Are you having a bubble?、はい、もしくは Are you having a giraffe? っていう、まあ、コークにライミングスラングを紹介したんですけども、意味が Are you kidding? っていう意味でした。まあ、バボーがバボーバースの略なんですよね、バボーバースのバースの音とラフの音が被っているので、そこからああいうキリングっていう意味をするようになったんですよね、はい。まあ、あとはまあジラフの場合はもう分かりやすくて、まあ、ジラフの音とラフの音が被っているからっていうことでした、あとはまあふざけてんのみたいな、そういうような略ですかね、まあ、なのでまたコックにライミングスラングもですね、時々紹介していきたいなと思います。はい、じゃあ今回の問題ですが、はい、今回の問題はですね、 You betっていう表現、はい、どういう風に使うのか、まあ、スラングですね、をぜひですね、サンプルの文を書いていただきたいなと思うんですが、まあ、あの You bet、まあ、会話でしか使えないので、セリフがあって、それに対して You bet なんで、You bet っていう返事が返ってくるセリフを書いていただきたいなと思いますね。ぜひぜひやってみてください。Please。 前回の問題は、はい、You bet ですね、はい、You bet をどうやって使うのか、そうですね、で会話で使う表現なので、その前のコメントっていうのが大事なんですけど、まず You bet というのはですね、 Of course、 もちろんだよみたいな意味があるので、だから Do you want to go eat something? とかですね、なんか食べ行きたいとかっていうのがあって、それに対して You bet って言えば、もちろん行きたいよっていう感じになりますね、なるほどなるほど。アメリカではお礼に対して返答として You bet っていうことですね、はい、No problem みたいな感じですね、だから Thank you for coming とかいうのに対して You bet っていうので、そうなんですね、はい、そういった風にこの2つの使い方が主にあると思いますね。なるほどなるほど、書けましたかね。はい、じゃあ伊崎さん、今日の問題は何でしょう、はい、今回はチェック、アメリカで、まあ、チェックっていうと、はい、まあ、ご飯食べた後に、まあ、請求書というか会計お願いしますっていう時に、まあ、チェックプリーズみたいな感じでこうもらうと思うんですけど、これイギリスで言うとですね、全然通じないんですよね。はい、でまあ、今回通訳的な話だったので、まあ、イギリス英語だとどういうのかっていうところですね、ちょっと考えてみていただけたらなと思います。コメントお待ちしてます。英語クイズ。
前回の問題がですね、まあ、チェックはイギリス英語で何て言うんでしょうっていうところだったんですけども、まあ、答えはビルですね。ビルっていうとあの水道電気とかの、はい、請求書みたいなのがまあ一般的な考えかなと思うんですけども、イギリスではチェックをまず使わないんですよ。チェックっていうのは小切手みたいな、ね、はい、方になっちゃうので、レストランであったとしても、まあ、Can I have the bill please みたいな感じでお会計をお願いしないといけないんですね、うん、そうですね。アメリカ使っても通じます。大丈夫です。カナダも全部ビルです。トイックも全部ビルです。アメリカただこれビルって言った場合に紙幣を表すので、多義語でいろんな意味ありますね。そうなんです。だからイギリスだとね、ノートじゃないですか。紙幣はバンクノート、ノートっていうので、そういったズレがあったりするんですね。確かに。では、はい、今回の問題をお願いします。はい、今回の問題はですね、バマーですね。バマー、はい、バマーっていうスラングどうやって使うのかっていうのをぜひですね、例文書いてもらえればいいと思います。非常に使えるフレーズなんで、はい、ぜひ書いてみてください。クイズ、森先生、はい、前回のじゃあクイズの答えをお願いします。はい、前回はバマーだったんですけど、はい、もう残念な状況みたいな感じですね。僕がアメリカ留学してた時にバス停留所ですね、友達が今日学校の先生がこのバマーっていう表現を教えてくれたんだっつって、僕もそうなのみたいな、どんなのみたいな話してた時に、横にいたアメリカ人の人が、うん、ちょっと違うってバマーってこういう風に使うんだよっていう風に教えてくれたんで、すごい記憶にあるんですね。残念な状況とか起こった時に That's too bad とかあるじゃないですか、はいはい、That's a shame とかってあると思うんですよ、うん、それを That's a bummer とか That's such a bummer みたいな形で言えるよっていう風に教えてくれて、あ、もうこれ一生忘れないなと、ね、That's disappointing とかイギリスだと言うかもしれないですね。はい、はい、じゃあ伊崎さん、今回のクイズは、今回ですね、まあ、国連英検を勉強中のですね、僕が間違えた語彙問題です。 Destitution、まあ、Poverty、はい、貧困っていう意味なんですけども、まあ、これと一番まあ意味が近い単語をですね、次の4つの中からまあ選んでほしいなと思います。で、1つ目がペティション、2つ目がプライベーション、で3つ目がプロクラスティネーション、4つ目がガルバナイゼーションですね。では、答えが分かった方はですね、ぜひコメント欄に書いてみてください。今回は以上です。英語クイズ、前回は国連英検的な問題で、まあ、デスティチューション、パバティ、貧困という意味ですが、同じ意味の単語はどれでしょうということで、まあ、4つ英単語を挙げてました。1つ目がペティション、これ嘆願書っていう意味ですね、はい、なので、まあ、これじゃないよと。プライベーション、これが欠乏っていう意味なので、うん、まあ、正解はこの2番でした。まあ、3番目のプロクラスティネーション、これ怠慢って意味ですね、まあ、プロクラスティネートでこう後回しにするとか、グズグズする、そうですね、っていう意味、ね、で最後がガルバナイゼーション、まあ、直流通電とか、いう意味もあるんですけども、なんか面白い語源もあるんですよね。そうですね、もちろん ガルバーニさんが発見したんですよね、動物電気を発見してでそこで電気を入れるってどこからこう元気にするっていう、そういうのが活性化するとか、そういう意味で使うのがガルバナイズですね。確か旅行中かなんかで別の英語の先生がいるときに BBC のニュース見てかなんかのときにその先生が説明してくれました。そうなんですね。別の一人の先生がこうガルバナイズって何って言って、もう一人の先生がガルバナイズっていうのはね、解説したので記憶に残ってますね。なるほど。今回のクイズお願いします。はい、今回のクイズはですね、 RIPPED っていう表現ですね。これはどういう意味かっていうので、ぜひね、文にしてほしいっていうですね、はい、作ってみてください。書いてください。英語クイズ、それそれ前回のなんですが、 RIPPED っていう表現ですね、まあ、例えば John is very RIPPED とかっていうふうに使ったりするんですけど、これですね、筋肉ムキムキ、ムキムキ、シックスパックありますみたいな、はい、あとですね、あの ripped off っていうのもあったりするので、騙されて取れちゃったっていうのもあるので、はい、John was ripped off とかって言ったら、うん、騙されてるからめっちゃ持って帰れちゃったとか、うん、はい、じゃあ伊崎さん、今日のクイズは、はい、今日なんですけども、ニュースとかで最近出てきた英単語でして、口論、言い争いですね、はい、といえば quarrel みたいなことが一般的に使われると思うんですけども、はい、ね、特に政治的な場面とかで論争とか争いを意味する英単語、うん、W から始まるものがあるんですけども、それが何かなっていうのをちょっと書いていただきたいなと思います。で、まあ、もし分かった方はですね、ぜひ例文とかも一緒に書いていただけるといいんじゃないかなと思います。コメントお待ちしてます。英語クイズ、はい、前回の問題が政治的な場面での論争争いを意味する英単語でした、はい、正解が、まあ、W から始まる単語で wrangling ですね。はい、やっぱり思った通りですね。さすがです。動詞で wrangle って言いますからね、口論する、はい、そうですね、政治論争とかだと、まあ、political wrangling とか diplomatic wrangling みたいな感じでニュースとかにですね出てくることが多いので、覚えていただけるといいかなと思います。今回の僕の方は、はい、まあ、スラング、これは知っている人も多いかなと思うんですが、ハバクラッシュ、おお、ね、ね、これはまあ非常によく使える表現だと思いますので、wrangle、はい、よりは聞くことはあると思いますので、ぜひぜひ、ね、文書いてみてください。英語クイズ、まずは答えの方ですね。Have a crush っ
ていう表現だったんですが、まあ惚れちゃうってやつですよね。Big crush on him とかですね。これ本当によく使いますね。そうですね、よく聞くと思います。じゃあ今日のクイズは何でしょう。今回ネクステージの話だったので英文法的なクイズで、まあ、有名な一文があるんですけども、はい、これどういう意味かっていうのを訳してもらえたら嬉しいな、はい、もしくは構文取ってくれたら嬉しいなと思うんですけども、はいはい、バッファロー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 ですね。ちゃんとですね、間違いのない文章になっているので、どういう意味かっていうのですね、ぜひチェックしてみてください、はい、ぜひ書いてみてください。はい、前回はですね、あのバッファローがたくさん出てくる、はい、バッファローバッファローっていうやつですね、うん、だったんですけども、これバッファロー単体でニューヨーク州バッファロー市のっていう形容詞になるんですよね、うんうんうん、まあ、名詞形容詞として使われることあるんで、あとは名詞としての普通 の, あの動物の方のバッファローですね、はい、ありますね、がいて、で動詞としてもバッファローって脅すっていう意味があるんですよ、うんうんうん、最初の2つのバッファローバッファローがバッファロー市のバッファローが、ザットが省略されていて、バッファローバッファローバッファローなので、バッファロー市のバッファローが脅している、バッファローバッファローがバッファロー、まあ脅すバッファローバッファローなので、日本語にするとバッファロー市のバッファローが脅しているバッファロー市のバッファローはバッファロー市のバッファローを脅しているという、うん、英文だったということです ね, ね、関係代名詞のね、ザットですね、はい、が抜けていましたよ、ということでした、うん、はい、ちょっと面白かったんじゃないかなと思います、はいはい、では今日のクイズお願いします。バンドワゴンファン、はい、バンドワゴンファンですね、はい、なるほど、こちら2021年灘高校が出題した、すごいっすね、なりますので、はい、ぜひ書いてみてください、はい、英語クイズ、はい、前回のバンドワゴンファンですね、はい、うん、バンドワゴンっていうのは、まあ、楽隊のこの、ね、まあ、なんか写真とか絵とかがあると分かりやすいと思うんですけど、はい、こういう、まあ、サーカスとか宣伝のためにこうやってきてるやつですが、うん、まあ、そこに乗るっていうですね、オン・ザ・バンド・ワゴンっていうのがもともとあって、そこからこう、わーってみんなこう人集めるような、こう人が集まってるようなところじゃないですか、そこからこう流行に乗るみたいなのを、表していたんですね。でそこからそういった流行に乗るようなにわかファンのことを言うんですね、あ、ワゴンファンっていうの で, なるほど。で特にやっぱりスポーツチームですね、使うことが多くて、でその灘高の問題でもバスケットボールチームの人気が出てきて、そこに乗っかるようなファンみたいな感じで、登場してましたね。灘高校すごいですね、はい、でははい、今回の問題はですね、 The apple of my eye っていう、まあ、よく使われる表現が実はあるんですけども、まあ、このイディオムがどういう意味をしていて、うん、どういうふうに使うのかっていうのをちょっとですね、例文分かった方書いていただけたらなと思います。で分かんない方はですね、ぜひユーグリッシュの方で調べてみてもらえると、あ、まあ、実際に、ね、こういうふうに使われてるんだというのが出てきますので、うん、はい、使ってみてもらえるといいんじゃないかなと思います。エクイーズ、はい、前回はですね The apple of my eye というイディオムだったんですけども、この意味はですね、目の中に入れても痛くないくらい愛おしいという意味でした。すごく大切な人とか物とかに使われるので、 You are the apple of my eye とかですね、 He's the apple of my eye とかですね、 That's the apple of my eye みたいな感じで使われたりしますね。では今回のクイズは何でしょうか。はい、じゃあ今回はですね、 A blessing in disguise っていう表現ですね。おお、これまあ大学入試でも時々見かけるので、ぜひですね、どういう風に使うのか書いてもらえればいいんじゃないかなと思います。英語クイズ、前回の問題が A blessing in disguise ですね、うん、まあ、in disguise っていうのがこう変装するっていうことなんですけど、いわゆる幸福が blessing なんで、その幸福が変装してやってきた、なんで最初は良くないことだと思ってたけども、実はいいことだったっていう風に後から分かるみたいなんですね。 Losing job turned out to be a blessing in disguise っていうことができますね。だから仕事を失っちゃったことっていうのが良くないことじゃないですか普通は、でも後々その会社が実はすごい悪いところでめちゃくちゃ評判が悪くなってとかっていうのがあったら、沈む船から出て別の仕事に続いててラッキーだったみたいなですね、そういった形で使ったりすることができますね。なるほど。今回の英語クイズなんですけども、ビジネス英語の話をしてたので、はい、英語のメールで、はい、Dear 誰誰ってカンマつけて書くと思うんですけども、担当者が分かんない時ですね、ご担当者様へみたいな風に書く時は、うん、英語でどういう風に書くでしょうか、分かった方は書いてみてください。英語クイズ、前回はですね、英語でメールの中でですね、ご担当者様へってどう書くんですかっていうクイズだったんですけども、答えが To whom it may concern、はい、
ですね、はい、トイックにもよく出てきますね、はい、めちゃめちゃよく出てきますよね。アメリカで結構よく使われる、まあ、ビジネスライクな印象がある表現でして、実は一応もう一個だけ Dear Sir or Madam っていう言い方もあるんです、はい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 、どちらかっていうとイギリス英語でよく使われる表現 で、ね、Dear Sir or Madam って、まあ、or を書くパターンとスラッシュ入れて Dear Sir スラッシュ Madam って両方でも同じ意味で書けるんですけども、ちょっとカジュアルな感じが、社説とかイギリスの新聞だとエディターに向けて送ったやつで Dear Sir or Madam とか Dear Sir しかない時とかありますからね。夫婦名メイクさんはまあまあまあそれに関係する方へってことなんですけど、そうですね、めちゃくちゃよく出てきます、はい、というん、まあ、イギリスでも夫婦名メイクさんは使えるので、よりビジネスライクにしたいときはそっちを使ったりします。では今回は、はい、今回のクイズはですね、Speak of the Devil ですね、うん、まあ、これは超有名表現ですけど、実際生活してて何度も聞いた表現なので、ぜひですね、はい、何かしら例文書いていただけたらと思います。エグクイズ、はい、前回ですけども Speak of the Devil ですね、うん、まあ、いわゆる悪魔の話をしてたら、うん、実際その悪魔がやってくるみたいなやつですね。なるほど、まあ、噂をすればみたいな感じですね。なるほど、本当によく聞いたんで、これは Speak of the Devil Here he comes とかですね、うん、話してたらおお来たみたいなとか、うん、Speak of the Devil で電話がかかってきたりとか、なるほど、こうやって電話かかってきて、あ、Speak of the Devil とかって言ったりするので、うん、その人の話をしてた時にその人が現れたとか、うん、その人のから電話がかかってきたとかっていうので結構聞いた表現ですね。では今回の英語クイズは、はい、Pardon my French ですね、うん、Pardon my French、うん、フランスとイギリスの、ね、関係をちょっと考えてもらえると分かりやすいかもしれないんですけども、はい、分かった方は例文書いてもらえるといいかなと思います。今回は以上です。 Hey, please. 前回は Pardon my French という、はい、表現についてクイズだったんですけども、フランスとイギリスってずっと仲悪いんですよ、はいはい、なので Pardon my French というのはちょっと自分のフランス語を許してねっていうことなんですけども、言葉は悪いけどっていう意味になりますね、はい、なので使っちゃいけない言葉とかを使うときに、うん、oh, Pardon my French って言ってから言うようにしている方が多いですね、うん、フランス人怒んないですかね、うん、なかなか物議を醸すちょっと時空かもしれませんが、はい、まあ、そういったちょっと失礼なことを言う前に使われるっていう表現になります、うん、それ自体が失礼なんじゃないかですね、はい、確かに。でもアメリカ人も意外と使ったりすることはあるので、あ、まあ、意外となんか決まりきった表現になってきてるのかなっていう気がします、うん、じゃあ今日の表現ですね、はい、まあ、Pardon my French が出てきたから、はい、Go Dutch しましょう。これはね非常に有名だと思いますので、まあ、いろんな国名とかね、うん、出てくると思いますので、ぜひ例文書きにくいから会話、うん、みたいなの多分書けるかなと思いますので、ぜひ書いてみてください。はい、エクイーズ、前回の表現ですけども、はい、前回は Go Dutch を紹介しました、うん、伊関さんがね Pardon my French っていうのを紹介してたんで、はい、じゃあそれにちなんでちょっとやろうと思って Go Dutch を紹介したんですが、まあ、割り勘するってやつですね。なるほど、まあ、いろんな小説あるんですけど、まあ、オランダ人たちがケチだからとかですね、うんっていう風に、まあ、イギリス人がそう思ってたからですね、うん、そこから使っていたとか、まあ、オランダでは割り勘にする方が普通なんだよみたいなですね、そういうのから来てるんじゃないかとかっていう風に言われています、うん、実際は分かっていません、うん、イギリス人は結構男性が出すタイプで多いですね、はい、別にねスプリットベルとかいろんな別の表現はあるので、ね、わざわざダッチを使う必要はないって感じですけどね、うん、はい、じゃあ伊関さん今日の問題は何ですか。はい、今回はですねイギリス英語とアメリカ英語の違いについてなんですけども、成績、まあ、アメリカでは普通にグレイズだと思うんですけども、はい、イギリス英語ではちょっとそれ言わないので、どういう風に言うのかっていうのを3択でじゃあ出しましょう。Ranks, class, marks. Ranks, class, marks ですね。はい、この中のどれなのでしょうか。ちょっと考えてみてもらえるといいかなと思います。Please. 前回の回答、伊関先生、イギリス英語だったと思うんですが、お願いします。はい、そうですね。問題が、まあ、アメリカ英語で成績は grades ですが、はい、イギリス英語は何て言うでしょうっていうところでした。うん、正解が marks でした。はい、アメリカだと点数みたいな、そうですね、フルマークって言えば満点って感じですよね、うん、はい、イギリス英語ではマークスが成績になりますので、うん、皆さん覚えておいていただけるといいかなと思います。で今回は、はい、僕のヤンさんから、はい、クイズ出していただけるということなのでお願いします。謎々的なのを、はい、お謎々出していただこうかなと思うんですけど、問題文が長いので読み上げさせていただきたいと思います。はい、The question: The beginning of eternity, the end of time and spaceThe beginning of every end and the end of every place. What is this? おお、謎謎だ。確かに。読んで聞いただけだと絶対わからない。まあそうですね、うん。クイズかもしれない。これもしねリスニングだけでわかったらすごいですね。天才ですね。そうですね。はい、はい、ぜひ回答をこちらに書いてみてください。エゴクイズ。じゃあ前回の問題ですね。はい、ヤンさんから出たクイズは。The beginning of eternity, the end of time and space, the beginning of every end.And the end of every place.
What is this? ということで答えは、はい、アルファベットの E です。はい、なるほど、はい。正解できましたかね、皆様。うん、そうですね、Eternity の E ですよね。うん、Every とかも End も E から始まっていて、Place、Time、E で終わってますね。はい、じゃあ今回のクエスチョンですね、はい、いろんな国の話とかが出てきてると思うので、うん、Greek ですね、お Greek to me とかっていうのがあると思いますんで、この表現知ってる方ですね、うん、ぜひ例文書いてみてください。はい、エクイーズ。さて、はい、前回の問題だったんですが、 Greek ですね、はい、うん、まあ、いろんなね、前に Go Dutch とかね、割り勘とかいろいろやったと思うんですが、うんうん、今回の Greek っていうのはですね、ギリシャ語だから分かんねえよ、うん、っていうやつですね。なるほど。もう全然わかんないっていう時に使う表現ですね。まあ誰かがなんか専門的なことを言ったりとかした後に、It's all Greek to me とかっていうわけですね。そうするともう全然わかんないっていうことですね。こういうふうに all がくっついて使われることがよくある表現ですね。じゃあ伊崎さん、今回の問題は何ですか？はい、この意味をちょっと考えてもらいたいなという文章なんですけども、I never saw a soul, so was so. どういう意味でしょうか？まあ、4つ soul が出てきますので、はい、まあ、それぞれの soul の、まあ、働きをコメント欄で全部ですね、はい、まあ、1つ目はこれで、2つ目はこれでっていうのを解説してもらえたらいいんじゃないかなと思います。なるほど。はい、ではコメントお待ちしてます。Everybody's. 前回は I never saw a soul, so was so でした。一つ目の soul が、まあ、see、動詞の、見るっていうものの過去形の soul でした。なので、私は今まで見たことがないというですね。うん、で、次の二つ目の soul がノコギリの soul ですね。そうですねっていうのが、はい、で、3つ目が普通に動詞でも、うん、あの切る、ノコギリを切るっていう意味があるので、うん、が3つ目。そして最後の soul が再びノコギリの soul、はい、なので、私はノコギリがノコギリを切るところを今まで見たことがないですっていう意味の文章でした。では今回の問題をお願いします。はい、今回の問題なんですけれども、 be down for という形で down を使ったイディオムですね、うん、まあ、be down for っていうですね、よく使うイディオムなんですけども、うん、どういう風に使うのかですね、ぜひ知ってる方はコメント欄に書いてみてください。今回は以上です。 please 前回の問題だったんですけど、はい、be down for ってやつですね、うん、どうやって使うのかっていうことなんですけど、したいみたいなんですね、欲しいとかしたいっていうような表現ですね。どういう風に使うかっていうと、まあ、返事で使うことが結構あったりして、例えばですね、はい、why don't we go to the baseball game みたいな形で、うん、ベースボールゲーム行こうみたいないうのに対して、うん、yeah I'm down for that とか、うん、yeah I'm down to do that みたいな形で使ったりすることができる表現ですね。では今日の問題は何でしょう。はい、今回ですね、問題ではなくなっちゃうんですけども、うん、そうなんですね、あのハッシュタグこんなトイックは嫌だっていう大爆笑のトイック大喜利100選っていう記事が実はネット上に今ありまして、この武田塾イングリッシュチャンネルの方でもこの大喜利をぜひさせていただけたらなと思います。僕の考えたものは次回発表しますので、はい、こんなトイックは嫌だっていうものをですね、どしどしコメントしていただけたらなと思います。はい、ではお待ちしております。エクイーズ。前回は大喜利でしたね。そうですね。こんなトイックは嫌だでしたね。はい。僕の中でこれは嫌だなと思ったのは、うん、リスニング問題で、はい、ヘイシリが流れてきて、はい、iPhone が反応してしまう。そもそも電源切ってなきゃダメです。で、あとは写真の問題にエイリアンが映り込んでる。なるほど、パート1ですね。パート1の写真の問題、まあ、皆さんの面白いコメントまだまだお待ちしておりますので、はい、一つ前の動画の英語クイズぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい、今回の問題じゃあですね、ドローインボールっていう表現ですね、これを使ったイディオム、イディオム、はい、どういう風に使うかですね、書いてみていただければいいんじゃないかなと思いますね。多分知ってる人はもう、はい、知ってます、これでしょっていう風にできると思うんですけど、一体何なのかですね。じゃあ例文を皆さんに、はい、書いてみてください。では今回は以上です。前回の問題なんですけれども、はい、drawing board、 基本的にこのイディオムで使う場合は go back to the drawing board という形で使うことが多いですね。はい、振り出しに戻るということですね。うん、何か計画を立ててたのでも、うん、ああ全然ダメだった、またやり直し、もうボードに書くとこからやり直しみたいな形ですね。うんうんうん、Because of the problem with the plan とかですね、プランに問題があって We have to go back to the drawing board。 なるほど、形にで使ったりする表現ですね。うんうん、はい、では今回の問題なんですけども、はい、イギリス英語でですね、チップスといえば、はい、やっぱりフライドポテトの意味っていうのはまあ結構有名だと思うんですよね。はい、ただアメリカ英語だとチップスっていうと、これがポテトチップスっていう意味になりますよ。はい、ではポテトチップス、はい、イギリス英語でなんていうか、はいはいはい、これ結構知らない人多いんで、そうですね、はい、まあ、あの分かった方はぜひ書いてみてください。で、まあ、例文もよかったら、はい、今ヒント出してですね、はい、はい、例文も書いていただけるといいかなと思います。エグイーズ。前回はですね、ポテトチップスはイギリス英語でなんて言うでしょうっていう問題でした。うん、正解がクリスプスですね。
ちなみにあのウォーカーズっていうメーカーのものが一番人気でして、はい、ほとんどの場所にも並んでますね、うんうんうん、スーパーでもコンビニでも自動販売機もあるんですよ。イギリス人ジャガイモ大好きなんで、はいはい、飢饉を救った食べ物ですね、ヨーロッパ人たちの。そうなんですよ、ね、で2021年の鳥取大学は、はい、元々の分はクリスプスだったんですけど、出題の時にはポテトチップスに変わってました。なんでですか。やっぱり分かんないからじゃないですか、一般の人が。うう、今日はゲストの尾身くんから出題してもらえるということなので、はい、お願いします。僕からの今日の問題はイギリスで学んだ英単語に関して、出題したいと思います。イギリス人でよく彼らが好きな単語はファンシーっていう英単語なんですけれども、はい、テキストブックからだと高級なとかそういったあの意味で学ぶと思うんですけれども、アメリカのやつですね。そうです、ファンシーカーとかね。イギリス人の彼らはそれを動詞として使うのが好きなんですね。問題はこのファンシーを動詞でどういった文で使えばいいでしょうか。その、まあ、例文みたいなのをコメント欄にぜひ書いて送ってください。じゃあ前回のファンシーの使い方ですね。はい、前回ファンシーを動詞として使うとどういう使い方ができるのかっていう問題だったんですけれども、答えはほぼ like みたいな感じですかね。例えば I fancy that girl とか言うと、あの女の子ちょっと好きなんだよね。あとはイギリス人だと fancy a pint って言うと、パブ行ってビール飲みに行くみたいな、そういったなんか好き、何に行こうみたいな誘う時とかに使う。そうですね、書けましたか。まあ、昔はですね、大学入試も僕よりも前の人たちはファンシー ing っていうのがですね、出題されてたんですよ。いわゆるあのメガフェプスだってあるじゃないですか。あ、メガフェプスだな、 F がフィニッシュとファンシーだったんですよ。最近は出ないですけど、なるほどなるほど、 feel like みたいなもんだよみたいな、先生たちは教えてましたよ。でも全然出題、そんなお出題されないんで自分はあんま教えてなかったですけど、じゃあ今回のイディオムをやろうかなと思うんですが、今回の問題はヘッダサック、イギリスで使うかは分かんないですけどっていうのを、分かった方は例文書いてみてください。エオクイーズ、前回の答えですね、ヘッダサックって何なのかっていうんですけど、これ go to bed ですね、寝るって意味です。まさにその袋の中に入るんですけど、使い方としては I'm so tired とかね、もう疲れてるよっていう時に I'm gonna hit the sack みたいな感じで使ったりしますね。気をつけなきゃいけないのはイギリス英語だと get fired ですね、クビになるっていう意味になりますので気をつけてください。イギリスはあのまさに袋に荷物を詰めて帰れっていうところから来てるので、うん、はい、じゃあ今日の問題は何でしょう。前回の僕の英語クイズの時にですね、イギリス英語ではポテトチップスをクリスプスと言いますよっていうことを伝えたんですけども、うん、はい、クリスプスをどう数えるのかというクイズですね。おー、なるほど、はい、袋あるじゃないですか、はい、あれをどうカウントするかっていうことなんですけども、うんうんうん、分かった方は何か例文を作ってですね、はい、書いていただけたら嬉しいです。今回は以上です。エルクイーズ、前回はですね、ポテトチップス、まあクリスプスをどういうふうに数えるかっていうクイズだったんですけども、はい、正解は A packet of crisps、はいはい、もしくは A bag of crisps ですね、うんうん、バッグっていう方か packet、どちらでも通じるんですけど、まあ、パケットの方があの一般的に使われると思いますね。ちなみにイギリス人もう本当に大好きなんで、うん、はい、平均して1人1年間で150個のクリスプスを食べる。150袋、はい、はいはい、食べます。そんなに。本当に僕も現地にいた時、確かに2日に1回ぐらいは食ってたなっていう記憶がありますね、はい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 、まあ、アメリカもそうですかね、まあ、確かにレイズっていうのもすごい有名ですけど、うん、まあ、確かにいっぱい食べますね。本当にどこでも売ってるん で OL さんとかランチとかで、はい、公園とかでクリスプス食べてたりとかするぐらい、はいはいはい、しかも野菜と思ってますからね。はあとはメキシコ料理的なもので食べることはちょっとカリフォルニアはどうしても多かったですね。はい、では今回のクイズお願いします。イディオムですね、オンダバールですね。このオンダバールっていうイディオムですね、それは一体どういう意味なのかですね、ぜひ分かった方は例文書いてみてください。エクイーズ、さて前回の答えですね、はい、オンダバールってどういう風に使うのかって思うんですけど、はい、基本的にはまあ本当意味がいっぱいあるんですけど、 doing a good job ですね、素晴らしいっていうような意味で、まあ賢かったりとか、なるほど、ね、いろんなおよくできてるねみたいな時に使ったりするわけですね。もう普通に the guys on the ball みたいな形で、すげーみたいな感じで使う、まあ諸説いろいろあるみたいなんですけど、ボールになんかつばつけて変化球を投げてたみたいな感じで、おーすげーみたいなんじゃないかっていう風に言う説が面白かったですね。なるほどなるほど。じゃあ今回のクイズは、はい、今回はですね、前回今日の一冊で紹介した英会話なるほどフレーズ100に実は書いてあるものなんですけども、はい、一体、はい、これを that を主語にして言うとなんて言うでしょうっていう、あ、なるほど、はい、ちょっと皆さん考えてコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。 Please、 はい、前回は痛い、
を that を主語にして言うと何て言うでしょうかという問題だったんですけども、正解は that hurts ですね。イギリス英語っぽく読んでHurts、はい、今日の一冊でね紹介した一冊からの出題になってますので、もしよろしければそちらの動画もご覧ください。すごいよく使う表現です。 Oh, that hurts みたいなのめちゃめちゃよく使いますし、ドラマでも映画でもめちゃめちゃ出てきますね。では今回の英語クイズお願いします。はい、今回はですねこの表現を使った文を作ってほしいんですけど、 The last strawですね、これも有名なイディオムなんですけども、これを使った文をぜひ書いてみてください。今回は以上です。前回の問題はですね The last straw という表現だったと思うんですが、はい、それを何て言うか、まあこれですね、何かが崩壊しちゃうというかダメになっちゃう時の最後の藁なんですけど、もう最後のところだった、うん、でどういう意味かというとですね、これもともと The straw that broke the camel's back っていうのがもともとの意味ですね。このカメルっていうのがラクダじゃないですか、はい、こうラクダにいろんなものを積んでって、で最後に藁一本でドーンって潰れてしまったっていうですね、ラクダが、それがもう最後の崩壊の一個になるっていう語源から来て、でまあこれ長すぎるじゃないですか、はい、でそこが The last straw っていう風に短くなったんですね。例えば He forgot his girlfriend's birthday. That's the last straw.And she broke up with him という形でそれで別れちゃったよ。これは使いやすそうなイテムだと思います。面白いですね、はい、ぜひ覚えておいてください。今回の英語クイズなんですけども、アメリカ英語でズボンはパンツだと思うんですけど、イギリス英語では何と言うでしょうか。なるほど、はい、イギリス発音でパンツって言いましたけどそっか、パンツね、はい、まあ、実はイギリス英語だとまた違うパンツがあるんですよね。そうですね、はい、では、まあ、何かちょっと考えて例文で、ね、こう書いてもらえるといいかなと思います。はい、今回は以上です。英語クイズ、前回はですねアメリカ英語でズボンはパンツですが、イギリス英語では何て言うでしょうという問題でした、はい、で答えがトラウザーズですね。で結構混乱しそうなのが、あのアメリカ英語でパンツはアンダーウェアなんですけど、はいはい、イギリス英語だとそれがパンツなんですよね、はい、ちょっとそこ間違っちゃうと全然違うことを指しちゃうので、覚えておいてもらえるといいかなと思います。今回はゲストの松本先生から英語クイズ出してもらおうと思ってます。よろしくお願いします。和訳問題で活かさせていただこうと思います。 I can, 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 you can, can、キャンがいっぱいな英文です。これで英文として成り立ちますので和訳してみてください。よろしくお願いします。英語クイズ、はい、前回の英語クイズが松本先生から出してもらったと思うんですけど、はい、 I can 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 you can can を和訳してくださいっていう問題ですね。キャンがたくさん出てくる、はい、うん、で正解が、正解がえあなたが缶詰にすることをできる缶を私は缶詰にできる、なるほど、なるほどですね。can っていう単語はもちろん助動詞があるのは当然なんですが、うん、動詞でほにゃららを缶詰にするっていうもの と、名詞で缶、うん、アルミ缶とかの缶ですね、うん、っていうものがあって、それをもとに、しっかり構造をとってみると今みたいな和訳にたどり着くかなっていうところです。なるほど、はい、ではじゃあ今日のクイズをやってみたいと思いますが、今回のクイズはですねイディオムですね、うん、Don't put all your eggs in one basket、うん、これを使った例文をぜひ、ね、書いてもらえればいいんじゃないかなと思いますので書いてみてください。英語クイズ、はい、前回のやつなんですけども Don't put all your eggs in one basket っていうやつなんですけども、うん、エッグですよね、うん、卵を全部のバスケットにこうバーッと入れちゃったらですね、うん、一度落としてしまったら全部がバーッってなってしまうっていうですね、うん、そういう可能性があるので一つのことに全てをかけるなっていうんですね。なるほど、はい、もう1回でも落としたら全てがもう台無しみたいな形で、うん、まあ多くの人がね今は YouTuber になりたいとかってね、言ってたりしますので、はい、I'll be a full-time YouTuber とかって言っちゃったらですね、もうフルタイムで全部 YouTuber に注ぐって言ったら、まあ、そういう人に言ってあげてくださ い、 なるほど。今回もまた松本先生から問題をお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、熟語の問題です。意味を答えてください。 Writing on the wall、どういう意味なのか考えた上で例文をポストしてください。よろしくお願いします。前回の問題として Writing on the wall の意味とそれを使って例文書いてみてくださいっていうのを出題させていただきました。答えを言っちゃいますと不吉な兆しっていう意味ですね。旧約聖書に由来する言葉でして、ある傲慢な王が宴会やってる時に謎の手が出てきて壁に何かなんだかわからない落書きをしていった。結局その意味はわからないままだったんですけど、その国は破滅してしまったっていうところから来ている語句です。それ知らないと全く何言ってかわからない
熟語かなと思います。では今回の問題なんですけども、アメリカ英語とイギリス英語の違いの続きで、ニットとかセーターですね、うん、はアメリカ英語ではスウェーターだと思うんですけども、イギリス英語とかオーストラリア英語では何と言うでしょうかっていうことですね。なるほど、はい、なるほど。答えが分かった方はそれを使って例文を書いてみてもらえるといいかなと思います。英語クイーン。アメリカ英語でですね、スウェーターがニットとかセーターを表しますよっていうことだったんですけども、はい、イギリス英語、オーストラリア英語ではジャンパーですね。はい、そうですね。ニットとかセーターを表して I like your jumper みたいな感じで使うんですけども、まれに厚いセーターに関しては、はい、そのままスウェーターということもあるんですけども、それも含めて基本的にはジャンパーを使うことが多いですね。では今回の問題は、今回はですね、 A taste of your own medicineっていうイディオムですね、まあ、これいろいろと使えたりするので、ぜひそれを使って例文を作ってみてください。英語クイズ。前回はですね、 A taste of your own medicine というやつだったんですけども、はい、まあ、基本的にこのメディスンですけど、同じやり方で仕返しを受けるっていう意味なんですね。もともとイソップ物語から来てるだろうと言われていてですね、まあ、いわゆる詐欺師がこれ何でも治りますよこの薬って言ってたんですけど、自分が病気になった時にみんながその薬をくれたっていうところからですね、これ治らんぞっていう、ね、ところから来たっていうので、そこからまあ報復みたいな意味になって使われるようになったって言いますね、うん、まあ、日本のやつだとギブダレダレ、アテイストオブダレダレゾンメディスンみたいな形で報復するっていうのが多い感じですけど、うん、まあ、いろんなの見てみるとゲットでそれを受けるみたいな感じでも結構使われますね、うん、なるほど。なんで、まあ、例えば John usually bullies other people、うん、いつもいろんな他の人たちをいじめるんだけど、うん、But todayHe got a taste of his own medicine、うん、じゃあ今日は彼がやられてるっていう、うん、そういった形で使われたりする表現です。では今回の英語クイズなんですけども、まあ、学び直しということですね。中学生ぐらいの時にストマックエイクとかヘレイク習って、うん、まあ、覚えてる方はたくさんいると思うんですけども、あの意外と中学の時にやらないのが腰痛ですね。おお、はいはいはい、まあ、じゃあ腰痛をですね表す英単語は何でしょうか。分かった方は例文で答えてみてくれると嬉しいです。今回は以上です。英語クイーン。腰痛を英語で何というか、はい、ということだったんですけども、基本的なのはバックペインですね。はい、そうですね、めちゃくちゃよく聞きましたね、うん、腰痛を持たれている。はい、腰痛を持たれている。めちゃめちゃ持たれているので自分を敬っちゃいましたけど、まあ、アメリカでも日本でも非常によく聞いた表現ですね、うん、で一応バックエイクっていうのもありまして、そちらはあの短い期間続く痛みのことです。おー、なるほどですね。なんで He has a backache today、 今日ちょっと痛んで、うんうん、まあ、別になんか慢性的なものではない。バックペインの場合は例えば形容詞とかにシリアスとか入れて He has serious back pain みたいな風に使ったりとか、うんうん、あとエイクの場合は動詞としても使えるんで、はいはいはい、あの My back aches today みたいな、うんうん、ちょっと今日痛いんだよねみたいな感じで使うこともできます。では今回のクイズお願いします。はい、今回の表現ですね、 Get one's goat。 Goat ですね、はい、どういう意味なのかですね、分かった方はぜひコメント欄に例文書いてみてください。エイクイーズ。はい、前回の表現はですね、 Get one's goat、ね、うん、はい、誰かのゴートをゲットするっていうんですが、怒らせるっていう意味ですね。 That gets my goat とかですね、はい、イライラさせるよとかってやつなんですが、まあ言われている語源はコースレーシングですね、はい、このサラブレッドたちのところにヤギを置いておくとこのリラックスできるとですね、落ち着くんだっていうんですけど、そこに目をつけた嫌なやつがですね、勝たせないためにゴートを持ってっちゃってたっていうことになって、でそれによってサラブレッドが勝てなくなるっていうところから来てると言われてますね。なるほど。今回の、英語クイズなんですけども、はい、Make someone tick っていう表現についてですね、はい、まあ、最近ちょっとモチベーション関係の動画も上がってきたので、うん、普通に関連しているものではあるんですけども、どういう意味なのか考えてですね、例文を書いてみてくれると嬉しいです。今回は以上です。英語クイズ。前回の問題はですね、 Make someone tick という表現についてどういう意味なのか考えて例文書いてくださいっていうものだったんですけども、意味については人を動かすっていう意味ですね、うん、この tick っていうのが時計が動く時の、はい、tick tick tick っていうところで来ているので、何がその人を動かしているのかっていうことで使われる、まあ、イディオムの表現ですね、うん、What makes him tick みたいな感じで、うん、何が彼を動かしているんだっていう文章だったりとか、あとはまあそれをまた逆に一塊にして What makes him tickis his desire to be great みたいな感じで、彼を動かしている、まあ、彼のモチベーションは偉大になりたいっていう彼の欲望だみたいな言えたりしますね、という問題でした。じゃあ今日の問題なんですが、はい、今回は A wild goose chase ですね。 A wild goose chase でどういう意味なのかっていうですね、はい、ぜひ分かった方はですね、はい、コメント欄に文を書いてください。英語クイズ。
はい、前回の問題だったんですけど、A wild goose chase っていうやつなんですけど、はい、まあ、このガチョウをですね、追いかけるっていうのはですね、野生のガチョウを捕まえるっていうのはめちゃくちゃ大変だっていうところから、うん、無駄な追求とかですね、あ、無駄に探し求めることとかっていうふうに言われたりしますね。まあ、例文で言うと、The police were trying to find the suspect.Which turned out to be a wild goose chase という形ですね。なるほど。その容疑者をですね、一生懸命探そうとしたんだけど結局見つからなかったっていうふうに、こう一生懸命探すんだけどダメであるっていうですね、はい、無駄な追跡とかっていう時に使われたりする表現です。はい、では今回の問題なんですけども、英語の学びなしというところでアメリカにですね、旅行とかで行きたいなと思ってお勉強している方が多いかなと思って、うん、アメリカでよく聞く日本人に覚えておいてほしいフレーズのクイズになります。All set ですね。All set。はい。これはどうやって使うのでしょうか。まあ、今回はですね、使われるであろうシチュエーションと一緒に例文を書いてもらえるといいかなと思います。英語クイズ。前回の問題が All set ですね。これどういうシチュエーションで使われるのかというところと、まあ、例文書いてくださいという問題だったんですけど、まあ、シチュエーションとしては空港の税関とか、はい、カフェのレジとか、銀行での手続きとか、いろんなところで使われます。で、意味は You're all set とかで使われるんですけど、はい、まあ、完了しました、うん、終わりましたっていうことですね。まあ、アメリカで死ぬほど言われるんで、そうですね、もうしょっちゅう使いますからね。そうですよね。で、聞こえてないとやっぱおせに聞こえる。あ、なるほど。日本語のおせみたいな、何を押すんだみたいな、ね、感じになっちゃうこともあるということだったので、うんうん、まあ、I'm all set、 準備できてるよとか、うんうん、We're all set って、まあ、全員準備できてるよみたいな感じで使われるので覚えておいてもらえるといいかなと思います。はい、では今回の問題、今回の問題はですね、はい、Have bigger fish to fry、ね、うん、はい、これも使えるイディオムですので、ぜひ例文を書いてみてください。 Please、はい、前回の問題なんですが Have bigger fish to fry というやつなんですが、まあ、これっていうのはですね、より大きい魚ですよね。で、to fry なんで、まあ、炒めるとか揚げるとか、はい、そういうふうに料理するですね、魚、もっと大きいのがあるっていうので、いや、こっちよりももっと大きいですね、重要なことがあるよっていう、うん、そういった意味になる表現ですね。うん、だから例えばですね、The police ignored the guy because they had a bigger fish to fry、うん、とかですね。まあ、なんか軽い軽犯罪をしてる人がいて、で、そっちを捕まえるかって言ったら、あそこでこんな大事件起こったよとかなったら、うん、いやいやこっち、ね、そうですね、もっとビガーフィッシュの方に行くっていうですね、はい、そういった時に使う表現ですね。ではでは今回の問題なんですけども、前回かなぐらいの動画で紹介したシステム英単語中学版からの出題です。はい、アメリカ英語でエレベーターはエレベーターですが、うん、イギリス英語では何というでしょう。はい、はい、まあ、これはまあ単純に正解書いてもらえればいいかなと思います。はい、エオクイーズ。さて前回の問題はですね、エレベーター、アメリカ英語ではエレベーターですが、イギリス英語では何と言うでしょうということです。正解はリフトですね。上げるっていう動詞もありますけども、ね、名詞でエレベーターという意味になりまして、なのでイギリスですね、エレベーターどこですかって尋ねる場合は Where can I find a lift? っていうふうに聞いてもらえるといいかなという感じですね。間違いやすいので覚えておきましょう。はい、じゃあ今回の問題いきますね。今回はですね、 Be a chip of the old blockという表現ですね、うんうんうん、これはどういう時に使うのかですね、ぜひ例文を書いてみてください。英語クイズ。前回の問題だったんですけど Be a chip of the old block っていうやつだったんですが、これですね、まあ、木の破片なんですけど、そこが取れた感じですね、はい、っていうのでめっちゃ似てるっていうことですね。特に気質とかが似てるとかっていう時に使って、まあ、男の子に使うことが多いですかね、やっぱり。例えば When it comes to his behaviorJohn is a chip of the old block、うん、っていう形ですね。父さんにそっくりそのビヘビアですね、行動、うん、っていう時とかに使ったりする表現です。なるほど。では今日の問題は、今回はですね、前リフトについて問題出したと思うんですけども、はい、イギリス英語でリフトってもう一つ大事な意味を表すことがあります、はい、うん、例えば Can you give me a lift? のように使われるんですけども、はいはいはい、どういう意味なのかっていうところを書いてもらえたらいいかなと思います。あと、もし例文書けたら例文も書いてみてください。はい、エレベーター持ってきたよ。英語クイズ。前回の問題は Can you give me a lift? のように使われるリフトの意味は何でしょうという問題だったんですけども、うん、車で送るっていう意味ですね、うん、まあ、なんでさっきの英文だと車で送ってくれないっていう意味になります。送ってくれないっていう時もあるし、送ろうかみたいなオファーでも使えるので、 Can I give you a lift? で、私の車に乗っていきませんか、乗せてあげましょうかみたいな意味で使われることもあるので、その場合はエレベーターじゃないので、皆さんご注意ください、はい、では今回の問題は It ain't over till the fat lady sings っていうアメリカで使われるイディオム、さあどういう意味か
答えてみてください。まあどういったシチュエーションでね、使われるか、ぜひ書いてみてください。英語クイズ前回のやつなんですが、 It ain't over till the fat lady sings っていう表現だったんですけど、この ain't っていうのはですね、はい、B 動詞の否定形ですね、うん、まだ終わりじゃないよ、太った女性が歌うまではっていうことなんですけど、うん、まあ長いオペラで最後に太った女性が出てきて締めるみたいなのが聞けると言われています。なるほど。で結構スポーツで使う表現なんですね。ほう。例えば The team was losing the game ですね、ゲームもう負けそうだったよ試合に、 But their coach said to them、 コーチが言いました、うん、It ain't overTo the fat lady sings。 諦めたらそこで試合終了ですよ。そういうことですね、うん、はい、まだだよっていう時に使ったりする表現です。ではでは今回のクイズなんですけども、はい、ちょっとクイズではなくなってしまうんですけど、また大喜利をですね、大喜利、はい、やりたいなと思ってまして、前に一回こんなトイックは嫌だという大喜利やったんですけども、はいはいね、今回はこんな英検は嫌だという大喜利をですねやりたいなと思うので、はい、コメント欄の方にぜひコメントしてくれればなと思います。英クイズ、はい、前回の英語クイズはですね、まあ、英語クイズというか英検大喜利で、こんな英検は嫌だみたいなものをコメント欄に書いていただいてたんですけど、でまあ僕たちが考えたのがですね、はい、リスニングの音声がミッキーとかですねなるほどね、めっちゃ集中できないみたいな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 、あとは面接官がユリアンレトリバー、ユリアンレトリバー分かりにくいなんかあります、いきなり大喜利振ったあ、なんか赤ちゃんが話してるのが、その リスニング聞くの僕すごい大変なんでいやそれは難しいです、そうですね、どんなのが来てるのかですね、楽しみですね見るのが、はい、ではでは今回はカリスさんの方から出題していただけるということで、はい、お願いします。 Once in a blue moon ってどういう意味かお分かりですか？お分かりの方、例文をコメント欄に書いてみてください。エブリィ、前回はカリスさんから出題されてましたね。Once in a blue moon ってめったにないという意味なんですね。なんでかというと月の周期で 29.5 日ですね。だから一つの季節に基本的には月で3回しか出てこないじゃないですか。もう30日とかなので。でもこれがめったに一つの季節に4回満月が出てくることがあるんですね。一つの季節に4回満月が出てくるってすごいめったにないので、そのことをまあそのブルームーンって言うんですね、英語だと。だから Once in a blue moon っていうのはめったにないという意味で使われています。では今回もまたカリスさんから問題を出していただけるんですね、はいはい、じゃあ今回はコングリッシュって言っても通じるんですかね。韓国語の英語ですね、コリアンとイングリッシュが合体してコングリッシュですね、じゃあ韓国の英語でスキンってどういう意味か分かりますか、うん、あそうですね、コングリッシュですね、そう和製英語みたいなもんですよ、うん、韓国製英語ですね、うん、これは分かった方は例文書けるのかな、例文は書けないですね、はい、ぜひ知ってる方は書いてみてください、はい、エクイーズ、さて前回はカリさんから出題されてましたね。スキンって韓国の英語コングリッシュで言うと化粧水って意味なんですね。肌じゃないんだ。そうですね、肌って思いがちなんで肌に塗るからということで化粧水のことスキンって言ってしまいます。僕も空港で、あ化粧水持ってくるの忘れた日本から買わなきゃって言って、うん、インチョン空港ですけど、はい、そこのコンビニでローションくれって言っても通じなくてええって言われて、こうやってやって、あジェスチャーでジェスチャーでやって、でここって言って見た時にスキンって書いてありました、スキンなのって言ったのを覚えてますね、はい、じゃあ韓国行く人は参考になったんじゃないでしょうか今回もまたカリさんから出題していただけるということなんですけども、アーリーバードナイトオールってなんて意味か分かりますか？お分かりの方は例文をコメント欄に書いてみてください。エクイーズ、さて前回がアーリーバードとナイトアウトでしたね。アーリーバードっていうのは早起き、あるいは早起きする人のことを指していって、逆にナイトアウトっていうのは夜更かしする人のことを指しています。これすごいよく使いますね、日常会話とかにおいても、うん、He's on night out とかよく言いますね、うん、これアーリーボールってそもそもなんて鳥を指してんねんってはあるんですけど、これヒバリのことを実は指しているらしいですね、うん、だからアーリーボールの代わりにそのこれヒバリに変えた表現とかもしているみたいで、例えば Get up with the lark っていう表現も早起きをするという意味で使うらしいです。 Lark っていうのはヒバリなんですけど、アウの方はフクロウですからね、フクロウですね、表現なんて分かりやすいと思いますね、はい、じゃあ今回はですね Play Devil's Advocate っていうイディオムですね、これ知ってたらマニアで、はい、例文書いてみてください。今回は以上です、ありがとうございました。ありがとうございました。エクイーズ、前回の問題ですが、はい、Play Devil's Advocate っ
ていうやつなんですけども、うん、このデボスアルボカって一体何なんだってことなんですが、悪魔の代弁者っていうことなんですけど、カトリックのですね、劣勢調査審問検事っていうのがですね、はい、本当にこの人が生徒にふさわしいのかっていうので、いろいろと嫌な質問とかわざと変な質問とか反対意見みたいなのをぶつけるっていうとこから質問を言うって感じですね、うん、ケチをつける、難癖をつけるとかっていう役もあるんですけど、反対の意見とか普通の思ってることとは違ったことを言ってみるとかっていう風に使ったりしますね。例えば To better understand your wife's feelings, let's play devil's advocate. どう思ってるのかっていうのを試してみるために、わざと変な質問とか思ってもいないことをちょっとぶつけてみようよみたいな本で言うんですね。だからディベートとかこう反対意見をわざわざ言って盛り上げるとかっていうですね、そういった形で使われることがあるものです。では今回の問題なんですけども、今回はトイックパート5っぽい感じで出してみようかなと思っていまして、うん、on ほにゃらら of x で、 x が理由でという意味になる慣用句があるんですけども、はいはい、そのほにゃららのところに入るのは次のどれでしょうか。1番 account、 2番 demand、 3番が occasion。 はい、この中のどれが入るのか分かった方はですね、例文にしてコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。今回は以上です。Everybody's. 前回はですね、 on ほにゃららオブで何々が理由でという意味になるものを、1番アカウント、2番ディマンド、3番オケージョンから選んでくださいという問題を出題していたんですけども、正解はアカウントですね。で、オンアカウントオフでホニャララが理由でという意味になります。例文としては、まあ、例えば He's absent on account of illness みたいな感じで使ったりしますね。まあ、Because of illness っていう意味ですね。病気が理由で彼は今ここにいない、欠席しているっていう感じですね。まあ、大学受験とかにも出てくるやつですね。まあ、トイックではすごくレベルの高いものになりますね。まあ、はい、Due to がすごくよく出てくるんですけど、ね、On account of も出題されたことはありますね。今回の問題ですけど、Rain on someone's parade っていう表現ですね。ぜひですね、これ分かった方は例文を書いてみてください。エグイーズ。前回の問題ですが、Rain on someone's parade という形なんですけど、うん、まあ、パレードのところにですね、雨降れば台無しですよね。そうですね。っていうふうに、そういうふうに台無しにするっていうことですね。なるほど。はい、まあ、例文として、I don't want to rain on your parade, but it looks like the museum is already closed. もう閉まっちゃってるよ。なるほど。はい、もう台無しです。ではでは、今回の問題なんですけど、はい、Throw someone a curveball ですね。ああ、はいはいはい。はい、カーブボールを投げる、うんうん、なんですけども、カーブボールを投げるって意味じゃない意味でね、あの使われるので、そっちの意味で例文を書いてもらえたら嬉しいです。前回はですね、 Throw someone a curveball という問題でした、うん、正解はですね、人を戸惑わせるとか、まあ、騙す、引っ掛けるみたいな、うん、意味ですね。まあ、カーブボールを投げるっていうことなんで、まあ、意表をついて相手を驚かせるみたいな、うん、ニュアンスになります。例文としては、うん、Examiner might throw you a curveball ということで、まあ、試験官が意表をついた、うん、まあ、質問とかに投げかけてくるかもしれないよみたいなことをですね、まあ、実はこれオンライン英会話してた時にちょっと言われて、あ、これいいなと思って紹介しようと思って紹介しました。なるほど。今回の問題なんですが、Something on the back burner。 これはどういう意味なのかですね、分かった方はぜひ例文をコメント欄に書いてください。エグイ、はい、前回なんですけども、 Put something on the back burner っていう形なんですけど、バーナーっていうのがですね、はい、いわゆるあのガスコンロですね、はい、まあ、日本だとあんまり2つしかないとこが多いと思うんですけど、海外だと後ろにさらにある、うん、そこの後ろに置いてあるものっていうのは今料理してるものじゃないですね、うん、後に料理するものっていうことなんで、はいはいはい、何かをこう一時保留してとか延期するみたいな、そういう時に使う表現ですね、うん、なるほど。例えば The project is being put on the back burner、うん、So we can start another project。うん、そのプロジェクトはちょっともう保留になってるから、延期になってるから、だから別のやつを始めることができるよとかっていう風に使ったりしますね。なるほど。では今回の英語クイズなんですけども、はい、ゲームオブチキンですね、はい、まあ、ゲームオブチキン皆さん知ってますかね、うん、まあ、知ってる方はゲームオブチキンを例文に入れて文章を書いてもらえたら嬉しいです。英語クイズ、はい、前回はゲームオブチキンって、はい、チキンレースっていう意味でした。そうですね、はい、崖とかに向かってこう、まあ、バイクなり車とかでこうグワーって行って、どっちがこう直前で止まれるかみたいなのをこう競うやつだと思うんですけど、犯罪なんかアメリカとかだとこう向かい合うのもあるんです。どっちが先にハンドルを切るかっていう、はい、うん、ダメですよダメです。ダメなものとしてちゃんと扱われてますからす、はいはい、さあ一緒に使われる動詞としては play a game of chicken、うん、まあ、ゲームなんで play っていうのを使って、まあ、我慢比べをするみたいな感じにも使えますし、比喩的に使われることもありまして、うん、in a diplomatic game of chicken the UK and the States squared off against Russia and China みたいな感じで、うん、外交のチキンレース、まあ、我慢比べにおいてイギリスとアメリカがロシア中国に対して身構えたふうに
に使われることも稀にありますので覚えておいていいかなっていう感じの単語ではありますね、うん、では今回の問題なんですけども、はい、Take something with a grain of saltっていう表現になります。ぜひですねこの表現分かったらですねコメント欄に例文書いてください。今回は以上です。前回の問題だったんですけども Take something with a grain of salt というやつなんですけども、はい、そうですねこの grain of salt ですね塩の一粒ってやつなんですけどこの塩を入れて食っとけばなんとか毒なんとかなんじゃないのみたいなそういう風習があったことから、はい、こう毒が入ってるか疑えみたいな感じですね。なんで塩があるってことなんで疑ってかかんなさいみたいな感じですね。なるほど。だから Our boss always exaggerates、うん、So you can take what he says with a grain of salt、うん、っていう形でうちのボスはいつもですね何かしらこう大げさに言うと。だからその言ってることを塩一粒も入れて考えなさい、つまり疑いなさいってことですね、うん、はい、なるほど。ではでは今回の問題なんですけども、はい、A hearing hearing じゃなくて A hearing っていうあがついて使われるとちょっとどういう意味になるのかっていうのを考えてもらってまた例文を書いてもらえたらなと思います。エクイーズ、はい、前回は A hearing で使われた時、うん、聞くこととか聴力って意味じゃなくて、はい、どういう意味になるかという問題だったんですがこれは裁判などでの、まあ、尋問、はい、審問を表したり、うんうん、あと聴聞会を表します。 Read this article to learn how to prepare for a hearing みたいな感じでこの記事を読んで尋問のためにどう準備したらいいかを学んでくださいみたいな、はい、公聴会とかって言われたりしますね。そうですね、ちょっと日本語がむずって思ったんですけど聞かれるってことですね。ただこの場合は加算名詞として使われますので気をつけてください。公聴会、パブリックヒアリングっていうので使われたりすることはありますね、うん、では今日の英語クイズですね。今回の表現は The best thing since sliced bread っていう表現があってですね、これまあ面白い表現で結構使われる表現なんですね。分かった方は例文書いてみてください。英語クイズ、前回やったのは The best thing since sliced bread っていう形なんですが、うん、昔はパンっていうのはですね塊で売ってたと思うんですが、うん、それがですねスパッと切れるマシンとかなかったんで、はい、手で切ってたっていうので、うん、で機械でスパッと切れるようになって、はい、で切られた状態でのパンが売られるようになったっていうので、うん、うわすげえこれも最高とかですね画期的だみたいな、ね、なるほど、そういうものに使われるやつですね。例えば YouTube is the best thing since sliced breadな形で、なるほど、スライスブレッドが出たのから言ってもう最高のものだという形でいろいろと使われることがあるイディオムですね、はい、じゃあ今日の問題は何ですか。あの有名な映画からの出題なんですけども、はい、誰が言ってるかっていうのをですね、はい、ちょっと書いてもらえるといいかなと思います、はいはい、Do or do not There is no try っていうセリフだったんですけども、はいはい、これ結構有名なセリフなんで当ててみてください、はい、コメント待ってます。エクイーズ、さて前回はですね、はい、Do or do not There is no try スターウォーズのエピソード5の方で、はい、ルークがジェダイのこう修行をしにヨーダの元に行ったんですよ、うんうんうん、X-Wing っていう戦闘機があるんですけどそれがこう沼に沈めちゃって、はい、それをこうフォースでこう持ち上げろみたいなこと言われるんですよ、はいはいはい、でルークが I'll give it a try って、はい、やってみますって言うんですけどその返答としていや try じゃないよとやるかやらないかだと、うん、なるほど、いうことを言ったのが、まあ、この名言だということですね。シェイクスピアみたいなね。そうなんですねまあでもそう弱気なルークの中途半端な姿勢はダメだよっていうことでした、まあ、だからといって暗黒のフレーズを捨てるわけではないんですけどまあちょっとスターウォーズ感を出してしまいました、はい、今回はそれですね、はい、じゃあこれの問題はですね The devil is in the details ですね、イディオムになりますのでぜひこれが分かった方は見てください。前回は The devil is in the details、うん、っていうことですね。詳細なところに悪魔が潜んでるっていう表現ですね、うん、なるほど。例えば On the surface it looks good but the devil is in the details、うん、っていう風にですね、まあ、例えば何かプロジェクトとかやってて、はいはい、見た目いい感じで言ってるけど、うん、実は細かいところにちょっとやばい間違いだったりとか、うん、潜んでるかもしれないよとか潜んでるよっていう時に使ったりする表現ですね、うん、4発授業をしない武田塾イングリッシュ無料カウンセリングでお待ちしてます。このチャンネルでは英語学習に役立つ情報を日々更新しています。トイック、英検、英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちに質問がある方はぜひぜひコメント欄に書いてください。Leave comments below.